ラウール、メグロハス、ヒラノ仕様がブランド愛を語る。衝撃のアンバサダー就任。日本のアイドルたちがミラノパリでファッションウィークを彩る。ラウール、メグロハス、ヒラノ仕様。これまで日本のアイドルたちが歩んできた舞台は、音楽やエンターテインメントの領域でしたが、最近ではファッションの世界にも進出し、それが大きな注目を浴びています。ミラノやパリの2024秋冬ファッションウィークに登場した彼らの存在が、 一大ブームを巻き起こしています。過去数年、韓国の系、ポップスターたちがファッションの新作に身を包み、その姿勢がブランドの認知度向上に寄与してきました。しかし、今回は日本のアイドルたちがその舞台に飛び込んできたのです。彼らがファッションの一翼を担うことで、アイドルとファッションの新しい融合が生まれ、これが一つの大きなビジネスヒントとなるでしょう。一つの背景にあるのは、お地域ブーム。 ファンが自らの推しアイドルが著名なラグジュアリーブランドの新作に起用されることに興奮し、それが購買意欲をかきたて、ブランドの知名度を押し上げているのです。この現象は、アイドルたちがファッション界に新たな風を吹き込んでいることを示唆しています。また、日本の富裕層が増加しており、特に30代から40代の層は高級な時計や宝飾品だけでなく、ラグジュアリーブランドの衣料品にも高い購買意欲を抱いているとされています。 これがファッションブランドにとって有望な市場となり、アイドルたちの登場が一層注目を集めています。ミラノファッションウィークやパリファッションウィークでは、インフルエンサーランキングが重要な役割を果たしています。スノーマンのラウールやメグロハス、ナンバー、愛の平の仕様がランクインするなど、アイドルたちが注目の存在として位置づけられています。彼らは単なるコレクションモデルにとどまらず、ファッションのインフルエンサーとしての地位を確立しています。 ラウールは、その高身長とスリムな体型を生かし、幼児山本のランウェイで存在感を発揮。彼のモデルとしての成功は、多様性の重要性を再び浮き彫りにしています。男性モデルの身長に関する従来の概念に挑戦し、スリムな体型のモデルも新たな潮流として認識されています。そして、アンバサダーとしての役割も注目すべき点です。メグロハスが、 フェンディのメンズブランドアンバサダーに就任したことは、単なる広告等ではなく、そのブランドを愛し、信念を持って支援する存在として選ばれた結果です。アンバサダーマーケティングは、ブランドの世界観を中長期的に浸透させる手法であり、知名度だけでなく、購買行動にも影響を与える要素が強調されています。彼らがファッションの世界で注目され、ブランドとの共感を生むことで、 日本の経済力の復活を象徴しているようにも感じられます。アイドルとラグジュアリーブランドの蜜月関係は単なるトレンドだけでなく、日本が抱える経済的な潜在力を示すものと言えるでしょう。これからもファッションの舞台でのアイドルたちの活躍から目が離せません。